はようございます。おはようございます。今日は何をするんですか？今日はね、久しぶりにディズニーシーに行っちゃいます。いつぶり？やばいね。もうすぐで入園なんで、中に入ったら動画撮り始めます。とりあえずディズニーシー行きましょう。はい、パークに入りましょう。久しぶりですね。というわけで、入ってすぐ40周年プライオリティパスを取ろうと思ったんですが、入り口付近はね、電波がなくてですね、はい、少し進んだところで取りました。ようやく、はい、私はようやく待ち時間を見れるようになったので見たんですけど、なんとセンターが70分、もちろん総理は175分。インディとレイディングは5分5分なので、タワテラは40分待ちでした。じゃあタワテラ行きますか。とはいえ朝から40分待ちだよ。今日僕たちはね、8時頃着いたんですけど、いい位置かなと思ったけど全然ダメだったね。全然ダメだった。ちなみに8時ぐらい並んでこれぐらいの位置でした。ご参考にしてみてください。はい、皆さん待ち時間何分でした？意外と伸びてなくて50分待ちでした。よかったね。おそらくこの後すごい待ち時間になるので、その後恩恵がわかるね、50分待ちの、うん、果たして日中はどれぐらいの待ち時間になるんでしょうか。タワテラ、それが50分で乗れちゃいます。ハイタワーさん、それは呪いの偶像だと言われてますよね。呪いの偶像だと、バカバカしい。再現お願いしますよ。再現。本当に交換してた。タイミングだよ。たまたまです。乗り終わったらちょっとお腹が空いたので、近くにあるドッグサイドダイナーに来ましょう。もう前のオーダーに頼んじゃいましたよ。さっき始まったんだよね、モバイルオーダー。そう、何度か使ったことあるけど、まだアイニャンチューブでは消化しております。これめちゃくちゃ便利なんですよ。すいません、ちょっと情報が遅くてすいませんが、とても便利なんで、こちら使って食べていきます。列ができているんですが、僕たちはこっちから受け取ります。楽ちん。もう受け取ってるよ、アイリー。ほんとパパパーだったね。できちゃった。多分知らない人が多いんだろうね、まだ。これは使わない手はありませんね。美味しかったですね、アイリさん。あ、なんでついてくれてないの？一方でさ、喜ぶくらいてたのに。そうです、今日はジラトリの尻尾がついております。香港で密かに購入していたやつです。やっと出番が来た。はい、じゃあ次はグリーティングタイムです。やったー、行きましょう。グリーティングと思ったんですけど、あと10分後にジャンボリミッキーがやるということで、こちらを見たいと思います。ちなみに1回目は自由席ということで、ここの立ち見の一番前空いておりました。ほら、ジャンボリミッキーレッツダンスが始まるよ。めちゃめちゃいい席。ダンスできるね。ジャンボリミッキー、ちょっと寒いからみんなで一緒に踊りましょう。楽しもう。いくよ、ミュージックスタート。ジャンボリミッキー、はい、どうぞ。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、目の方見て。さあ、アイリさん、ここで抜けますか。え、抜けしよー。裏行きますか。裏行きますか。うん、フライ行きましょう。まだやってるけど、ここで待ち伏せだ。楽しんでくれたかな。この後も東京ディズニーシーで
素敵な旅のひとときをお過ごしください。確定だったね。確定でしたよ。ヤオです。これこれ。ヤオミミちゃん。見えてきました。目的地。ダッフィー大先生に会いに行きます。まず。ダッフ君、先ほど見たら30分待ちでしたか。30分。あ、40分になってる。まあいいか。10分は誤差だ。見て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 、久しぶりの再会だから、あ、触ってみ、めちゃくちゃドキドキ、やばいやばいやばい、ちょっとわかんない、ほんとだよ。それではお姉さん行きましょう。お二人で会いに来てくれたよ。お姉さんが一緒にお写真撮るよ。じゃあ、あのね、今日はダッフィーちゃんとよりお友達になりたくてジェラトーにできたの。バイバーイ。あー、ダッフィー大好き。でもさ、勘違いしちゃったかな、ベルちゃんが一番だと思っちゃったかな、大丈夫かな。さあ、次はこの流れでトレイルに行きたいと思います。いいね。ミニーちゃんか。ミニーちゃん、ミニーちゃん行くか。これ行こう、これ。こんにちは、僕。ありがとう。あ、おら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 、ありがとう。ありがとう。めっちゃ可愛いの撮れたよ。また来ます。ありがとうございます。それではこのままプライオリティパスを取っていたインディジョンといきます。どうですか、久々のシーは。いや、やっぱり景色がいいね。それ以外は、ダッフィーがいるね。ダッフィーがいるね。うん。というわけで、今からそんなダッフィーくんにまた会いに行きます。なんだかんだ始まってから行けてなかったので、ようやくです。おーちゃんさん、事件発生です。二人でこのダッフィーちゃんのショーを楽しむために予約しておいたんですけど、なんとこーちゃん、ご飯が食べれないそうです。ポテトサラダダメだよ、マヨネーズ。変更できるかなと思って聞いてみたんだよね。ちょっとこのメニューじゃなきゃダメです。あれちょっと、あれ2個だなってことになりますね。サンドイッチ2個だ。2個いただきます。席があるけど何が取れたんですか。なんと私 S サイズで取れちゃいました。何、今 S サイズって言ったんだけど。S 席じゃないです。 S サイズでしょ。やば、めちゃくちゃやば、めっちゃ神席。俺ちなみに人生初です、ここ。私は通い詰めていたんですが、クーちゃんはいつも来てくれませんでした。というわけで、アイニャン的にはすごくいい席だったみたいです。じゃあご飯食べましょう。どうですか、いつ始まるのかなって、そわそわしちゃって食べてる感覚がないの。確かに何時からとは言われないね、うん、一応14時5分っていうね、うん、入場時間になってたんですけど、今だいたい14時50分ぐらいになってます。うん、いつ始まるのね。
どうしいい日。演奏にも足を止めないなんて、きっと急いでたんだね。あ、ダッフィー、どうなの、私も。はい、終わりました。最高だった。よかった、よかった、大満足。おがみ、おがみだよ。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、マイフレンドダッフィーの音楽がかかった時にはちょっとうるっときちゃったね。またミッキーさんとミニーちゃんを出してください。気づかなかった、だって見たことないから。はい、じゃあ次行きましょう。次へ行ってるか。パークめちゃめちゃ混んでるって聞いてたじゃん。だから今日は全然楽しめないのかなと思ったけど、めっちゃ楽しいね。めっちゃ楽しんでる。なんならいつもよりうまくいっちゃってんじゃないの。バタバタしてなくてさ。ねえ、だからやっぱりちょっと課金するだけで違うね。ショーが見れるとかね。今日はダッフィーちゃんとあとビリーも課金しました。というわけで次向かうのは40周年プライオリティパスを取ってきたマジックランプシアターです。めちゃくちゃセンス丸。はい、トランジットスチーマーラインに乗ってメディテレーニアハーバーにやってきました。おお、いいね。このアトラクションに乗った人しか見れない景色でございます。そうですね、もう日が暮れます。ちょっと早いですか。ビリーブのプレミアアクセスの列に並びましたが、なんと大行列。こんなことになってると思わなかったよ。ねえ、ここ初めて並んだんですけど、すごいですね。あと20分後に案内開始だね。はい、入場が開始されました。見た感じ立ち見がすごい人気だね。もうそろそろ埋まっちゃうよ、ね、一番前が。あと座り身のところね。本当だ、あそこもすごいですけど、僕たちはミキヒロに行きます。真ん中のところね。いいとこ空いてるよ。いいとこ空いてます。あ、一番前だ。というわけで僕たちは B の6、12、13が取れました。つまり前から6番目です。よっとじー、かなりいいんじゃないですか。ちょっと広角なのでプロメテウス火山遠く見えてますが、かなり近めですね。うん、はい、というわけでここでしばらく待ちたいと思います。じゃあちょっとここであったかいの飲みたいんで、うん、ディズニーモバイルオーダー使っちゃいますか。寒いよ、並びたくもないし、モバイルオーダーやっちゃおう。こんな感じ。残念かな、近いから。そうだな、時間はどんな感じ。6時20分。え、おい、1時間20分後だ。ダメだダメだ、もうこれビリーブ始まる時間だよ。入り、ダメダメ、近い、独裁じゃないな。また、え、これもだよ。口がひどかった。持ってこれないか。ダメだ。これだと18杯いけたけど。なんてことだ。ビリーブ待ちの人もいっぱいいるんだね、きっとね。そうだね。ちょっと出遅れました。ダメでした。と思ったら、なんと今の時間のキャンセルが出てきました。見て見て、18時から18時10分。今、今、よし。もう注文しましょう。やばいやばい、やったぜ。なんてラッキーなんだ。今ザンビ30分から45分待ちだからね。それがすぐ受け取れるなんて最高。というわけで行ってきます。本当に外まで並んでるよ。え、ラッキー、モバイルオーダー神じゃん。中もめっちゃ並んでるんですけど、こっちは全然いいな。ちなみに待ち組数は5番目に呼ばれるってこと？めっちゃいいじゃん。はい、呼ばれました。来ました。呼ばれました。7分ほどで受け取れました。ラッキー。めちゃめちゃ便利です。ではいただきます。前の人がいないからいいね、今は。最善を取ったような気持ちでいただきます。
ちょっと食べます。はい、残り2分前になりました。バケパの人たちが来てこんな感じになっております。楽しみだね。うん、楽しみ。ではビリー楽しみたいと思います。座り身だとこんな感じです。いやー、アリさんめちゃくちゃ良かったですね。良かった。私たちはディズニーがある時代に生まれて本当に良かったね。また泣いてきた。え、どれお、また涙が出てきそうだ。あ、じゃあちょっとパーク一周して帰りますか。いいな、もう一回見たいな。パークを一周しようと思ったんですが、そんな体力は僕たちにありませんでしたので最後ベネツィアンゴンドラに乗って帰りたいと思います。一番最高なプランじゃない、うん、けどめちゃめちゃ並んでおります。はい、僕たちの乗る時間になりました。やっときました。楽しみやん。ようこそ前からご乗船です。はい、はい、出航しました。僕たちは特別席でございます。いや、最後にこれ乗れるのいいね。いいね。ディズニーシーって感じですね。うわーすごい、ハイリー綺麗だよ。じゃあ今日はこの景色とともにお別れとしましょうか。バイバイした。というわけで本日は動画見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。すごくゆるゆるな動画になったと思いますね私たちらしいディズニーでの一日いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。手振れ。だよ。今日も最高のディズニーデーをありがとうね。ビッグビッグラブ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。